袋井市の八田山尊永寺で国の重要文化財に指定されている仁王門の格子が削られているのが見つかりました。警察は器物損壊事件として調べています。おととい午前11時ごろ、袋井市豊沢の八田山尊永寺で国の重要文化財に指定されている仁王門の格子の一部が削られているのを住職が見つけ、文化庁と警察に通報しました。見ていただいたら分かるんですけどね、この根元の部分、おそらくノコギリみたいなものじゃないかなと思うんですけどね、そういうもので、切断をしようとしたと思うんですけどね。格子の幅5センチほどの柱のうち1本が根元から削られていました。格子の内側には賽銭箱がありましたが、被害はなかったということです。国指定の重要文化財になっているということで、江戸初期からここに建っている建物ですからね、そういうものをこういう形で傷つけてしまうと、もう、ね、二度と元には戻らないわけですからね。警察は器物損壊事件として調べています。